皆さん、こんばんは。今回は、花の楽園。224番道路の先、通常では行けない、海を割っていくことができる島です。海割るんだよね。まあそれは置いといて。まずこの、ヘイミ君のいる、花の楽園。見ての通り、簡単に作れてしまう島。一応、緑要素を強めるため、草の階段ブロック的なものを用意しましたが。まあ、それくらいで、なんてことないねー。この島自体より、この島に行く道のり。こっちの方が大変なのは言うまでもないんだぜ。そう、海割れの道。その名の通り、海を割るように、道ができるわけです。最近知ったんですが、この道。申せのごとく、海を割る、というよりは、海から道が浮かび上がる、そんな感じなんだよね。大木戸の手紙イベントやったことないから、知らなかったんだぜ。知らなかったけど、知ったからにはその、道ができる仕掛けを。この224番道路の裏側に作ろうと、しているわけです。またコマンド使うわけだな。まあ、ボタンを押せば、道が出現する。それだけなら、簡単なコマンドで済むけどね。そう、それだけならよかったのですが、一点、ややこしい要因がありまして、距離です。距離？ 224 から、さっき作った花の楽園までの距離ってことか？うん。花の楽園、バトルゾーンとの位置関係で言いますと、ハードマウンテンの入り口、227番道路の東側に存在するわけです。で、このマイクラ信号で、花の楽園をそのあたりに作った結果、海割れの道の距離、およそ1000ブロック。1000。桁が違うんじゃないか。そらー、ビビったさー。いや、本家でも海割れの道、めっさ長いようなので覚悟はしていましたが、千行くとは思わなんだ。ってことは、千ブロック先まで、コマンドで道を作らないといけないんだな。そうなんですが、それが複雑で、コマンドでブロックを出現させようにも、限界があるわけでして、前回の君と同様、画面外までいじることはできないんだな。そうするとね、224に設置したボタンをポチーして、花の楽園までの1000ブロックの道を作ろうにも、途中で途切れてしまうのだー。なんてことだー。まあコマンドが苦手なせいであって、実はそんな悩むことじゃなかったりするかもね。方法はどうであれ、1000ブロックの道を作ることができれば満足なので、クロック回路とか使ってやんややんやして、できたのがこれ。おお、ごっちゃごちゃしているなー。絶対無駄な配線とかしているでしょ。ただコマンドブロック起動させるだけなのに、なんでこんな状態になっちゃうんだろうね。頭の中がこんな感じなんだろうね。こんな状態でもしっかり起動すれば、ええことよー。1000ブロックの道、うまくできるかな？よーし、それじゃあ。
行くぞー。ポチッと。おお。まあ案の定だけど。ぽっと、道が出現したね。海から徐々に上がってくる、それこそ海を割るように、道ができるとよかったんだけど。そんな聞くだけでも面倒なことをするのは、さすがに諦めました。お許しくれっぴー。そして、無事、花の楽園に到着。なんとか、花の楽園まで、途切れることなく、道が繋がりました。あとは、この道にも花を生やすだけだね。はい、ということで、花を生やし完成させた、海割れの道、そして花の楽園。こちらです。ホワイト。この石碑のあたりも花畑になったと思うんだけど。そうなんだ。いや、他人事にしちゃダメでしょ。なんだあの島。ちょっとしたアクセントです。アクセントつけるなら海底だろうに。案の定長いなぁ。ここまで信号を作ってきた道のりに比べれば、このくらいなんてことないね。
ということで、花の楽園、どうでしょう。花は咲き誇り、小鳥はさえずる、そんな素晴らしい場所になったかな？ただただ、長かったとしか言えないんだぜ。そう、長かった、本当に長かったここまでの道のり。ついに、残すは、あそこのみ。双葉タウンから始まった旅の、本当の終わり。まあ、新大本土完成時に十分干渉に浸っていますので。バトルフロンティア。サクッと作って、サクッと終わらせちゃいましょう。新王、最後の作成となる次回。また、よろしくお願いしまーす。バイバイ。おまけー。エレベーター作ってみました。仕組みは他の方が発案されたオブザーバーブロックとピストン、スライムブロックを使ったもの。お、丸パクリしただけです。いや、その内容じゃおまけにしなくてもいいだろう。なんでもう最後って時にこんなわけわからないことを。最後だからね。じゃあの。